購入の決断前に現地調査を初心者向け不動産投資の基礎講座物件を探す編10不動産投資での物件購入はとても高い買い物です入居者がつかない悪い条件を買ってしまうと家賃が入らず月々の返済で赤字になる上売りたくても買い手がつかず 損するばかりで何のために購入したかわからなくなります購入を決断する前に必ず現地へ赴いて自分の目で物件を調べるようにしましょう1外観を調べる第一印象を大切に不動産業者からもらった写真だけでは建物の印象や 外観がどうなっているかわかりません必ず自分の目で見てみましょうまず第一印象は大切です汚い、暗いなどネガティブな印象があるなら入居希望者も同じ印象を持つ可能性は高いと言えますそうした印象を踏まえた上で自分なら住みたいか を考えることが大切です例えば外壁にひびが入っていないか建物が傾いていないか傾斜地や崖沿いに立ったりしていないかアパートやマンションならゴミ置き場が散らかっていたり 壁に落書ききがあったりしなないかなども見るべきです。管理会社がしっかり管理していないのが原因であることも多いですがどんな住民が住んでいるかを知る一定の目安にもなります以前入居者を募集しているある駅地下の中古マンションを見に行ったことがあります資料の写真を見る限り外観はきれいですし 最寄り駅の鉄道路線は都市部まで直通で、交通の便は悪くありませんでしたが、空室が多い物件でした。現地に行くと理由がわかりました。ゴミ置き場にゴミが散乱し、ブルーがかかった外壁は色あせ、薄汚く汚れているのです。これでは、 家賃を少しばかり安くしても住む気にはなれないでしょう外観に難があれば入居者を集めることは難しいですし外壁の修繕や塗り直しをすることになれば費用がかかりますこうした事態を避けるためには自分の目で見て確かめることが重要なのです 可可能能ななららら部部屋屋を内見。見同じ理由で、での中もももせてもらうことも重要です。室内の壁などが汚れていたり破損したりしていればやはりリフォームに大きな費用がかかります部屋からの眺めも案外重要なポイントです入居者がいれば内見は難しいですが 業者に頼み、できる限り見せてもらうようにしましょう二、2. 実際に入居者が住んでいるか確かめるまず、レントロールをチェック投資物件を売るにあたって、あたかも実際に入居者が住んでいるかのように嘘をつく 悪質なな業者がが残念ながら存在しま,すまずは、物件概要書、レントロールを読もう、初心者向け不動産投資の基礎講座、物件を探す編6で紹介した、レントロールで怪しい入居者がいないかチェックします。アパートなどの入居者のうち、部屋の契約日が直前で、 かつ、家賃が高めに設定されている入居者がいたら、疑ってみてもいいでしょう。空室率を下げ、魅力的な物件に見せようと、無理やり入居者を入れた可能性があるからです。もし、入居者の名前がわかれば、物件のオーナーと同じ名字でないかもチェックしましょう。 とりあえず親族と契約し、空室を埋めているかもしれないからです。電気メーター、カーテンの有無などを見る。こうしたケースは、名義上だけ賃借人で、実際には住んでいないケースも多々あります。確かめるには、やはり現地調査です。 住んでいるはずの部屋の電気メーターが回っていなかったり、カーテンが設置されていなかったり、郵便ポストがチラシやダイレクトメールで満杯になっていれば要注意です。偽装に引っかかり、物件を買って賃貸経営を始めた途端、一斉に入居者が退去して家賃収入が入らなくなったというケースは少なくありません。 3周辺の環境を調べる騒音、悪臭、嫌悪施設はあるか現地調査では建物そのものだけでなく周辺の環境を見ることも重要です幹線道路が近く車が通る音が気にならないか 騒音を出す工場と隣接していないか、周期を出す施設はないか、風俗店やラブホテルのほか、葬儀場、火葬場、廃棄物処理場といった、いわゆる検温施設があり、入居者の獲得に影響しないかなどです。 4、プロの力も借りる。町の不動産屋に聞き取り。これまで紹介してきた項目をチェックするだけでも、かなりふるいにかけられると思いますが、素人ならすべてには目が行き届きません。物件の販売と直接利害関係がない。 プロの第三者の目を借りることも考えましょう。一つが、町の不動産業者です。町の不動産業者への聞き取りの重要さは、欲しい物件エリアの賃貸需要を調べる方法、初心者向け不動産投資の基礎講座、物件を探す編9でも言及しましたが、検討している物件の入居率や、 どんな入居者がいるのかの聞き取りをするのも重要です。例えば、マンションの住民に暴力団関係者がいたり、近所とトラブルを起こしてばかりいる人がいたりすれば、入居者募集に悪影響を及ぼします。殺人事件や自殺があった場合も同様です。 ホームインスペクション建物調査を頼む費用はかかりますが第三者の会社にホームインスペクション建物調査を頼むことが理想的です床下や屋根裏などを見てもらい基礎のひび割れやシロ割り被害雨漏り金具配管の不具合などがないか プロの目で調べてもらうのです。ホームインスペクションの結果、不具合が多ければ物件を買わないという決断もできますし、リフォームにいくらかかるかなども算定できます。物件を購入後、不足の事故が起きて、入居者に怪我を負わせるといったトラブルを避けることも可能になるのです。